バイクトライアルバイクトライアルとは、岩場等の障害物を自転車に乗ったまま、足をつけないように越えていく競技。昔は、元トライアルの入門としても位置づけられていたが、現在では全く違うスポーツとなってしまったため、元トライアルの入門としてのバイクトライアルは、おすすめできない。黒山健一、藤波隆久は、バイクトライアル時代にも暮らす世界王者となっている。元トライアル以外でも、 柳原康弘、水谷義弘、高橋俊之といった人物がバイクトライアル出身。EN、オットパイが使用していたというスペインモンティ製トライアルバイク。80年代まで一般的だった形状1970年頃にスペインのカタルーニャ地方で子供たちがオートバイの代わりに自転車で元トライアルを真似たことが起源と言われ、さらに同地に住む 元トライアル世界チャンピオンが幼い息子にトライアルを覚えさせるために利用したことで本格化したともされる。初期にはトリアルシンバイシュクルトライアル BTR とも呼ばれていたが国際バイクトライアル連盟の設立でバイクトライアルが公式名称とされている。国際自転車競技連合もビュー設立以前から同様の競技を管轄しているがその名称は トライアルズとなっており、バイクトライアルという競技名は用いられていない。日本では、ビュー世界選手権が、岐阜県赤市いたどりで2008年まで、毎年開催されていた。片足をつけたことで、背後のオブザーバーが一点減点のサインを出している。会場に設けられた各セクションに一人ずつ入り、2分以内にゴールまでたどり着く。片足をつけるごとに一点減点され、 5点減点で、そのセクションは終了となる。両足をつける、点灯する、車両が、セクションから出た場合なども5点減点で終了となる。すべてのセクションを終え、減点の少なさで順位を決める。ビューと UCI ではルールが若干異なり、ビューではペダル部分が設置しても減点とはならないが、UCI ではタイヤ以外の設置は減点となる。ビューでは、 規定時間を超えると5点減点だが、UCI では10秒ごとに1点の減点となる。フランスコックス製トライアルバイク。前輪がディスクブレーキ、後輪が油圧リムブレーキ走ることよりも障害物を超えるための動作に最適化されており、交通手段には全く向かない。車体重量が競技成績を左右しかねないため、強度が求められながらも熱心な軽量化が、 行われており、2012年時点では 7kg を割る完成車が市販されている。一見似ている BMX バイクとも共通部品はほとんどなく以下のような特徴を備えている。アメリカ GT 製クロスカントリーバイク。かつて GT 所属のトライアルライダー EN、ハンスレイは同系統のバイクを操っていたエコー製十六インチトライアルバイクオフロードツーリング車である。 マウンテンバイクでも低速ギアでトライアルに対応できることからマウンテンバイクの大会にてオブザーブドトライアルの名で競技が行われるようになりやがて正式にバイクトライアルの一部門となったはじめはクロスカントリーバイクが使われていたがトライアルに特化したバイクも供給されるようになりやがて変速機を備える等の車両規定も撤廃され二十六インチでもマウンテンバイクとは かけ離れた純粋なトライアルバイクで競技が行われるようになっている。UCI では、ジュニア、エリートクラスでは20インチと26インチでカテゴリーが分かれるが、ビューではカテゴリーが配されて26インチ以下と一括りになっており、同じ条件で20インチと競うことになる。そのため、26インチより軽量で取り回しやすい24インチでの参戦者も現れた。 ありがとうございます。